ディースポの先輩ですし、一個上の先輩ですので敬意を表しつつ、がっつりと騙したいな。ちょっと騙したいっすね。うわっ何これ。あの前回あの僕ドッキリ仕掛けられる側だったじゃないですか、永見さんに。あれ本当に不本意で残念な男みたいな言われて、動画とか何回も見てましたけど、悲しいっすよね。え、めっちゃテカりました。後で押さえるよ、またちょっと本当にやばい。ごめんごめん。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、なんか臼井さん、ディースポのファンの人で、うん、で、エスパルスのファンの人で、うん、なんかこの手帳にサインをしてほしい。で、ちょっと僕大きくなっちゃったんですけど。あ、全然全然。あ、これ普通に、あ、すみません、表紙、なんか取れちゃってるんですけど、よくわかんないんですけど、なんか裏にちょっと小さく、なんか書いてるみたいな感じで。 HTV アナウンサー、みんな書いたらやばい。いや、いいと思いますよ。出てない。え、いや、ちょっと多分力強く押さないと出ない。なんか、なに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 、これ何、痛いんだけど。え、ね、痛いね。な、え、待って、私しっかりしっかり書いてください。しっかり待って、待って、私の意味がおかしいのかな。いや、しっかり書かないと。え、ね、私の意味がおかしいのか。なんか痛かったんだけど。痛い。ね、やっぱ痛いんだけど。なにこれ。ね、痛いんだけど。ね、書けないよ。ね。痛い、痛かった。臼井さん、あなたの番です。もうこういう感じ、こういう感じ。気づきました？全然気づかない。なんで出ねえんだって感じでした。もうなんか変なペンだなと思って、こんなプラスチック書けるわけないと。一個須藤くんの残念なところがあってね。なんすかなんすか。カメラここに仕掛けたのに、ここでやったら映らないっていう。あーやっぱ須藤くんは残念な。いや、だけど残念な男に引っ掛けられてるって思ったら、ちょっとなんか嘘でしょ。